皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、僕ですね、普段結構いろんな車エンジンオイルの交換をしていて、まあ、エンジンオイルの方を使い分けているんですね。エンジンオイルのですね、まあ、その種類がいろいろあるんですけど、その種類についてお話ししていこうと思います。まずですね、ベースオイルの違いについてお話しします。3つ種類があります。1つ目がですね、全化学合成油、2つ目が部分合成油、3つ目が鉱物油っていうのがあります。本日はですね、この3つについてお話していこうと思います。まず1つ目ですね、全化学合成油です。僕普段よく使っているのはこちらの匠オイルっていうのを使ってまして、先日ですね、あのプレゼントキャンペーンっていうのがあったんですけど、こちら応募して当たっていただいたものとなってます。匠オイルさん、ありがとうございます。まず1個目、全化学合成油なんですけど、これはですね、スポーツ走行とかする車によく使われるエンジンオイルとなってます。かなり高性能なものとなってまして、ただまあかなり、まあ、高性能でいいものなんですけど、どうしてもコストはかなり高くなってしまいます。まあ、その中でもこの匠オイルさんっていうのはかなりもう品質すごい高いんですけど、全化学合成の中でもかなりコスパが良くて値段が安いものとなってます。ただし性能はもう確かなものとなってます。この先日あの軽トラックでですね、埼玉まで行ってこう往復14時間ぐらいこう軽トラ高速ずっとバーッと走ってきたんですけど、エンジンオイル、それ、まあ、匠オイル入れて走ってたんですけど、全然問題なかったです。てかむしろエンジン調子すごい良くなりました。こういったものが全化学合成油となってます。はい、続いて2番目のですね、部分合成油ですね。普段これは僕よく使ってるエンジンオイルで、これですね、日産のエンジンオイルですね。これ部分合成油で、かなりコストパフォーマンスはですね、優れてるエンジンオイルとなってます。あと、まあ部分合成油は基本的にはどういった車でも使えるようになってまして、まあ普段使いされるですね、方とかにおすすめなエンジンオイルとなってます。位置付け的にはですね、このさっきご説明した全化学合成油と鉱物油のまあミックス、いいとこ取りみたいな感じですね、のオイルとなってますね。はい、次3つ目ですね、鉱物油になります。鉱物油でもあまり最近使ってる方いないんじゃないかなと思うんですけど、この鉱物油ですね、結構その旧車とかに入れられる方が多いかなと思います。というのも旧車とか古い車にはですね、その全化学合成油だったり、まあ、部分合成油も怪しいんかな、入れちゃうとそのなんか物によってパッキンが溶けちゃうかな、溶けちゃったりしてこうエンジンダメージを与えてしまう場合もあるみたいなので、まあ、旧車とかには結構鉱物油入れられる方多いと思います。まあ、鉱物油ですね、まあ、値段は安いんですけど、やっぱどうしても性能に関してはですね、まあ、そのやっぱ部分合成油だったり全化学合成油の方が洗浄能力が高かったりですね、持ちはいいので、ちょっと他に比べては早めのエンジンオイルの交換をする必要があります。以上、こういった3つのエンジンオイルとなってます。まあ、僕は主にですね、まあ、全化学合成油と部分合成油の方を使用してます。皆さん普段エンジンオイルどういったものを使われているでしょうか。ご自身で多分されている方とかだったら分かるかもしれないですけど、なかなかやっぱお店とかにですね、任されてるとわからないと思います。でよかったらですね、エンジンオイルどういったものが入っているのか調べてみていただければと思います。一般的にエンジンオイルのですね、交換の方は車のディーラーの車屋さんとかだとですね、だいたい3000円から1万円、ガソリンスタンドだとですね2000円から4000円、カー用品店とかだとですね、だいたい2000円から7000円ぐらいで交換できるみたいです。で、まあ僕さっきご説明した例えば日産の部分合成油だったらですね、あれ大体一般の車だと自分ですると費用的には1000円ぐらいで済みます。結構ですね、まあ自分で交換するとコストを抑えられたりするので、チャレンジですね、よかったらしていただければと思います。ちょっと今日はですね、エンジンオイルの違いについて説明しました。皆さんよければですね、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。